18世紀に使用されていた領銃のフリントロック、角石は挟まれていない。フリントロック式、砲薬、引き留発式、または角石式とは、マスケット銃などの火器で使われた点火方式の一つ。開発された時期については、諸説あるが、フランス人のマランド・ブール・ジョアによって17世紀の初頭に完成されたとする説が有力である。ここで言う、完成されたとは、 装填時の暴発を防止するハーフコックの機能を備えたという意味で、それ以前にあったジャコビニアンロック等とはその点で区別される。1840年頃からより信頼性の高いパーカッションロック式に置き換えられた。フリントロックの仕組みフリントロックの構成部品動作、フリントロックを多方向から見た図をうまかな仕掛けはマッチロック式と変わりない。大きく違うのは次の3点である。 発砲までの操作、動きは以下の通りである。19世紀のフランス製、フリントロック式、グレネードランチャーまた、火種を使わず、さらに火蓋を閉じたまま射撃体制にかかることができるため、天候の影響が小さいのも大きな長所である。日本では、江戸時代に現物が輸入されたり書物から得た知識として、火打ちからくり等の名で知られ、また、 一部の鉄砲単野による試作品も今に伝えられている。しかし、日本産の角石は発火の火花が弱く銃向きでない、ことから採用されなかったと言われる。またすでに平和な時代になっていたことから、集団戦向きであるという長所が理解されず、むしろ射撃術が個人技になっている状況から、マッチロック式の中でも特に命中精度が良い、瞬発式火縄銃が引き続き使用され続けた。 なお、フリントロック式の技術そのものは、当時の日本でも十分に導入可能なものであり、応用製品としてこの機構をそっくり借用したライターが、平賀が内などによって刻みた箱用点火機能などで製造されている。ガンロックはフリントロックを利用した大砲の点火機構である。それらは海軍砲術の大幅な技術革新であり、1745年には最初に、 イギリス海軍で使用されていた。これは旧式の方に後付けができなかったので、それらの使用は徐々に普及した。フランス側は一般的にトラファルガーの海戦の時までにそれらを採用していなかった。それまでは先端に火縄を取り付けた点火棒で紐に緩く詰めた銅火薬に点火するやり方であり、点火に法の反動を避けるため、横から行わなければならず。 点火棒の操作と発射まで顕著な遅延があり、危険な上に揺れる戦場での正確な射撃は不可能であった。ガンロックはへしゃげ縄を引くことで作動した。砲手は砲の後方で反動から安全な場所に位置し、船の横揺れによって砲弾が海面に落下したり、敵戦場を飛び越えることなく砲が敵戦を捉えた時に発射することができた。 砲弾は手装薬の袋にヒモを通して貫通した銅火薬を充填した中空の軸によって点火され、従来の緩く詰めた銅火薬を使用した時より安全かつ迅速に行うことができた。ガンロックの導入後、点火棒は予備の発射手段としてのみ保持された。スナップハンスロック式は1550年代末頃にオランダスペインスウェーデンドイツ等のうちのいずれかの国で、 開発されたと考えられている。フリントロック式との違いは、当たり金とヒサラブタが独立している点である。自動で火蓋を開く機構があるため構造は複雑で、比較的効果ではあるが、この機構が登場する以前のホイールロック式よりは安価であったことから、イギリスやロシアなどでは普及した。しかし、ほどなく、L 字型の当たり金にヒサラブタを兼ねさせる。 構造が簡単で安価なミクエレット式が開発されたためにとって変わられた。ミクエレットロック式は1580年頃にスペインで発明された。スナップハンス式からの改良点は L 字型の当たり金にヒサラブタを兼ねさせヒサラブタをスライドさせる独立した機構を省いた点で構造が大幅に簡略化された。ただし後に登場する。 フリントロック式と異なり激発用のバネが機関部の外に露出している。発火機構を直接制御するバネが2つとも剥き出しな、ため防発しやすくはあったが、安価でメンテナンスも容易なため、フリントロック式の普及後も、スペインやオスマン帝国など、地中海南部を中心として使われ続けた。語源、編集スナップハンス、ミクエレットは両方とも泥棒を意味する言葉であり、 そしてこれら二つの機構は夜中に目立つヒナーがなくかつホイールロック式より安価な銃を欲した泥棒がこの新機構を発明したというまるで同じ伝説を持っている。ドックロック式とはフリントロック式の激鉄根元に針状の安全装置をつけ暴発の危険性を減らした機構である。イギリスや北米の13植民地などで使用された。ありがとうございます。